日本には外国の方が経営している飲食店はたくさんありますが、異国の地で働く大変さは想像に難くないですよね。2010年の11月に、思わず応援したくなるスレが立ちました。東京にあるレバーカレー料理店オーナーのツイッターが泣けてくる系。東京都民言ってあげてくれ。なんて書いてあるの？全部で企業のランチ8人でした。半分はツイッターの沖役さんです。ツイッターの沖役さんもみんな涙が出ちゃうぐらい優しかった。夜も来てくれるかな、ありがとう。おぉ、リアルに泣けるな。企業もとっても辛いランチでした。一組で二人終わってしまった。チラシ配りとかやってますけど、チラシ持ってきた規約は今のところ来てない。ビカスどうなちゃうだろ。本当に怖くなってきました。二日前、これきついな。日本の商売舐めてたんだな。不憫だ。なんかくだらないこと言ってすみませんでした。なんかそういうスレじゃなかったです。この店ツイッターの客でギリギリ持ってるようなもんなのか。値段もそれなりに普通なのになんで流行ってないんだ。味ですか。まだ10月にできたばかりで知名度がない状態だから、ある程度仕方ない面もあるとは思うんだがね。ちょっと行ってみようかな。マジか、やっぱりVIPにも良い人はいたんだな。頑張れビカス、フォロワーは無駄に多いな。東京都板橋区中板橋26-1。駅前すぐだな。中板橋がやや辺境だからな。池袋から微妙に遠い。やべえ。地元、あの店か。ちょうど美味しいカレー食べたかったし行ってやろう。東京に住んでたら毎日昼飯食いに行ってやるのに。お前らうまかったら報告してくれよ。まずかったらそっとしといてやってくれ。問題は味だよね。これだけ宣伝してて、まずかったら申し訳ない。急に冷静になったから聞きたいんだが、ツイッターの客はなんで美味しいとかつぶやかないんだ？まずいのか？どうなんだろ。多分9割が食べたことないからだと思いたい。わろた。値段も安いしうまそうだけど、いきなりネパールって単語出されるとなかなか入りにくい気が。都内ビッパー6人でバースディパーティーやってやれよ。手作りのケーキ出るらしいぞ。ネパール料理普通にうまいよ。ネパール料理がうまいかどうかとこの店がうまいかどうかは別。今からチャリ吹っ飛ばしたら間に合うかな。行って力になりたい。泣いたわ。久々に本気出して後日業売ったるかな。登場戦かよ、めんどくせえな。明日食ってくるわ。今から行けよ。ランチメニュー。ランチセット。カレーナンまたはライス、サラダ、スープ、ドリンク付き780。B。カレー2種類ナンまたはライス、サラダ、スープ、ドリンク付き850。ジャンバラヤカレー950。スープ、サラダ、ドリンク付き。日替わり。カレーライス500。ダブルカレーライスカレー2種類600。お子様カレーセット480。パーティーコース。2500円コース3000円コース4000円コース5000円コース。4名以上より受けたまわります。パーティーメニューは、カレーの他にイタリアンやフレンチのお料理をお出しします。バースデーパーティーを6名以上でご利用のグループには、手作りのホールケーキを差し上げます。なんだこの価格設定、良心的すぎて涙出てくる。か逆に舐めてるのかわからない。良心的じゃないか。こういうお店はいつまでも頑張ってほしいと心から思えるわ。ちょっと遠いけど必ず行こう。オーナーすごくいい人そう。店名から日本への熱い期待を感じる。あと2年くらい待って出店した方が良かったんぜ。カレーライス500は良心的だぞ。やと熱引いたもとてもかゆい。今日腹減ったの、犬の餌食う？やめろ、家から徒歩2分だわ。行ってみるか。今行ってくれ。週3ペースで通うんだ。急に大人数で押し寄せて店に迷惑かけないようにな。細く長く通ってほしいわ。とりあえず食ってこいって。まずかったらそんだけの話じゃん。味で評価されるならともかく客が来ないまま失意の閉店じゃ不憫すぐる。この手の店にしては安価だな。味がわからないから評価はできないけど、カレー大好きなので今度行ってみるわ。お前らもなんだかんでVIPぬくもり気とか情に熱いよな。店閉まる前に1回くらいビカス3、2万円の店内を見せてやるか。すごく良いこと言った。俺も万円見せてやりたいな。VIPはもう生ぬるい人たちばっかだからぬくもりで満載だぞ。少しでも調子に乗ってるやつを見かけると叩くのがVIPというかにちゃん。今のところそういう雰囲気が見当たらないからね。それなら遠いけど頑張っていくぞ。ボディビルのミスターネパール。すげえ。ウェイトトレーニング板で宣伝してくるわ。え？何それ？ボディビルのネパールチャンピオンってこと。え？ビカスが？うまいこといけばボディビルダーが集まる店になるかもな。とりあえず向かった奴らの評価が聞きたいところだ。こうなるとむしろ500枚のチラシがレアアイテム扱いだな。気温もとっても辛いランチでした。一組で二人終わってしまったチラシ配りとかやってますけど。チラシ持ってきた規約は今のところ来てない。腫れ物かき蒸したら肉が腐り落ちやがた。ミカスどうなて。やめろ。お前ら定期的に行けよ。急にお客さん増えたよ。食材足りないよ。矢印。食材買い込んでお客さん待つよ。矢印。お客さん急に減ったよ食材。手なのを想像して泣いてしまった。お前ら定期的に行けよ。それはまあ味と店の接客内容次第じゃないか。初回くらいはこういう風に客集まってもいいけど2回目以降は実力だろ。こんだけ客が少ないなら、まずけらまずいって言ってあげるのが優しさだよな。お前ら基本外人には優しいよな。中国朝鮮人には厳しいけどな。まあ、あっちが日本人に厳しすぎるからな。仕方ないことだ。ネパールってかなり通貨価値違うだろ。
ランチ10杯も売れたら、ネパールに1軒うちが立つんじゃないか。ネパール人ではあっても勝負してる場所は東京だぞ。日本に店構えた時点で莫大な借金が。よく見たら、開店したの10月19日じゃん。まだ、日が浅いから仕方ないんじゃ。まず、誰か日本人がサポートしてあげて、グルナビとか、そういうのに登録してあげないといけないな。グルナビとかホットペッパー派かなり重要。料理の画像、ブログから拝借してきた。うまそう。ダブルカレー、ジャンバラヤカレー。リアルで呼ばれてた。そうやね。けどそのジャンバラヤは実際うまそうだな。うん、うまそうだ。都内よりのダサい玉民だがぜひ行こうと思う。構える位置が悪かったかもな。まあ今度行ってみる。カレー一番安いのいくらよ？500円。ランチで500円。今日のメニュー的な看板用意して、値段も買い取ってくれると入りやすい。ネパールとかインド料理屋って結構高いところとかあるからな。見たところそれらしき黒板があるな。ネパール料理の馴染みがないからな。すげえわかるわ。ガチで外国人がやってる店は一見すると入りにくいところが多いよな。1994年のアジア大会ライトウェイト91位か。ますますすげえや。カレー食べたくなってきた。おいフォロワー5500人になってるぞ。フォロワーだけ増えて客来なかったら悲しいだろうな。おいおいなんだよお前ら。こんなに人間できてねえだろ。とりあえずツイッターで拡散しようぜ。フォロワー1万超え見たくね。今頃ビカスは大量に残ったカレーを黙々と処分しているんだろうか。やめろ、やめろー。カレーは煮込めば煮込むほど美味しくなるのよ。これで明日ビカスが、企業もお客さん、一人だけだった、とか言ってたらお前らが口先だけってことが本格的に証明されるな。今カレー屋から帰ってきた。おつ報告を。マジで言ってたのか。でどうだった？デポヤロ。とりあえずズボン脱いで正座した。チキンカレー食べてきた。ライス込みで1050円だった。味は本場っていうより、日本人に合わせた優しい味でお世辞抜きで美味しかった。なんか安心した。明日はホームランだ。味は普通にうまいんだな。値段の詳しい内訳頼む。ほう、店の雰囲気とかビカスの人当たりとかは？そして今日はTwitterのお客さんがたくさん来てくれたらしく、ビカスさんはとっても嬉しい反面わざわざ遠方から来てくれるお客さんを満足されることができるのか？と悩んでいたよ。いい人すぎんだろ。なんで日本しかも東京で商売始めたんだよビカスさん。なんという人格者。オーナーいい人。ビカスさんのスペックウープ。ビカスさん派どっからどう見てもいい人。閉店時間過ぎてたのに、店に迎え入れてくれたし。そしてシャツから覗くムキムキの腕に惚れた。おいおい、抱かれてもいいぜ。閉店時間過ぎても入れてくれるとか、何それすごい。釣りじゃないんだよな。ビカスさんいい人だ。閉店時間過ぎてたのに迎えてくれただと。ムキムキマッチョ良い人すぎる。これで通ってあげるのが一番いいんだろうけど、あなたの選ぶ名店ランキングとかグルナビのランキングとか。急上昇ワードとかに悪ふざけでランクインさせたくなっちまうのは、俺がビッパーだからなのか。それは俺も考えた。だけどランキング上位になって人を押し寄せて、あんまり上手くないとかになると逆にその人たちがアンチになる。するとネットで叩かれまくる。飯うまできりゃいいけどさ。ビカスさんのカレーで飯がうまいでいいじゃないか。近所だし晩飯に行ってきたぜ。ぶっちゃけかなりうまかった。隣駅の大山にも結構知られてるネパール料理屋あってそこもうまいんだけど、そこと比べても全然遜色なかったよ。値段もかなり手頃だし、もう近くのココイチに行くことはないな。ちなみにマトンカレー850円。ライスはついてきた。おいったんか報告をつ。この店が関西にあれば悔しい。ビカスリップってつぶやいた途端にお客さんが来なくなったよ。あとビカスさんにこのスレを iPhone で見せたら、泣きそうだよって言ってたよ。今日葛飾から来てくれたお客さんがいたらしく、それでも泣きそうになったって言ってたから、都内以外とかから行ったらビカスさん嬉しくて死んじゃうと思うよ。スレ見せてんじゃねえよ。明日は号泣してもらえるかもな。おいビカスマジで可愛いな。とりあえず、ランチとディナー号合わせて今日は最低10人は客来たのか。頑張れビカス。来月東京行くから行ってくるわ。福岡から行って号泣させてくる。店が涙で溢れるな。ツイッター読んだだけだったら、バイオの研究員の日記みたいで笑った。お前ら優しいな。やったねビカスちゃん、お客さんが増えるよ。おいやめろ。ビカスのカレー屋があるのはガチ。ビカスが超いい人なのもガチ。そしてビガスのビザがすでに切れてるのもガチ。笑った。昨日の夜に人ビップでした。ツイッターの沖役さんもみんな涙が出ちゃうぐらい優しかった。ありがとう。ビカスツイート来た。横棒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 。くそ笑った。どこのお偉いさんだよ。それは釣りだぞ。まとめサイトに載って、一時的に混雑して、痛い客が聖地巡礼とか言い出して、変なものにちゃんグッズや寄せ書きとか飾り出して、一般客が来なくなり、ネラーと賑やかしが飽きて、終わりになるおかん。想像できてしまった。ありそうやわ。あるあるやで。ボディビルのネパールチャンピオン。カレーうまい。ケーキも作れる。何より人柄が良い。何この人。抱かれたい。大事なこと聞き忘れてた。店の広さはどんなもん？何席くらいあった？そんなに広くなかったよ。全部で2030組のテーブル席。入り口付近にあるソファにはテディベアが座ってました。これもビカスさんの萌えポイントです。テーブル20って結構店で書くね。それでランチ56組だったらそら泣きたくなるよな。となると、あわよくば明日はお前らで満席狙えるか。
ビカスさんに満席を騙せてやりたい。ごめん、そんなになかったかも。狭くてアットホームな感じだった。あとカレー食ベテルジ覇気を知ってくれたのか、真意？しか分かれなかったよ。で食べ終わって水飲んでると話しかけてきてくれた。店内画像。店内明るそうだし壁の像神がネパールっぽい。この像の神様、ガネーシャって言うんだっけか。これを野望にしてるインドカレー屋が近所にあるわ。ビカスかユーマ。まとめサイトに載ったら気持ち悪いことになりそうだ。ビカスはもともとはカレーのシェフではなく、日本のレストランでイタリアンやフレンチを作っていたんだそうな。しかもバイトで。そんなバイトシェフのビカスがいつものようにレストランに出勤したところ、社員から今度社長が来るんだけどカレー食べたいって言ってるんだよ。ビカスはネパール人だからカレー作れるだろ？と無茶ぶりをされたらしい。そこでビカスは家でお母さんが作ってた味なら作れます。それ以外のカレーは作れませんと前置きした上でネパール式の性格にはビカスの家のカレーを作って社長に出したんだそうな。するとそのカレーを一口食べた社長はこのビカスさんをすぐに社員にしろ店でもこのカレーを出せと狩り当てつあたりが書きそうな漫画展開になり。そのレストランはイタリアンやフレンチといった洋食がメインなのに、ランチタイムにビカスの作るネパール式カレーばっかり売れるお店になったそうな。それはこのあたりで終わっていました。拙い日本語で頑張っている外国人の方は、なんとなく応援したい気持ちになってしまいますよね。皆さんはひいきにしている外国料理屋さんはありますか？